だよね。すごい流れ星のようにクマがさ流れていってた、いっぱい流星群みたいな感じで。そう、皆さん、あの11枚目シングルのチェキ会の申し込みがね始まってますので、ぜひぜひお願いします。わっ、誰だ、としくんさん、築城ありがとうございます。お城、としくんありがとう。お城、築城、ありがとうございます。あざす。軽い、あざす、お城、あざす、あざす、あざす。そう、チェキ会、マイシングル恒例のチェキ会がね決定したんですけれども、3種類お洋服、いつも3種類って言って大体5種類ぐらい気がついたら取ってることが多いんですけど、でもなんかマックス購入が3、1回につき3個みたいな感じやけん、そう、全部種類別になるようにします。何時まで配信する、今日は30分ぐらいしよっかなって思ってます。あ、そうなんですよ、クリスマスイブもねファンクラブ会員の方限定でイベントが決定しました。クラブミクサ、地方コンやったところ、池袋のでさ、あの平日受給さ、あの割と時間は遅め、昼からとかじゃないです。クリスマスイベント、楽しみ。まだ公式的な日程はもうちょっと待ってねって感じなんですけど、先に皆さんに予定空け取ってねって伝えようと思って伝えてみました。皆さんお願いします。クラブミクサがちおちゃんの定番になりつつある。そうですね、クラブミクサはそうですね、最近よく行ってますね。クリスマスイベントやけさ、クリスマスならではのこととかいろいろしたいなと思ってます。ワクワク、ちょうど1ヶ月後だね。わお、ほんまじゃ、めちゃくちゃちょうど1ヶ月後です。春雪さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、めでたき、おめでたい。わか
る。最近寒すぎてお風呂長くなる。わかる。か逆にお湯が冷めるけんサクッと出れる日も稀にある。早くお風呂入りたい。寒い。寒かった今日も。今日は2時間くらいお風呂に浸かりました。お推しに似てますね。北海道デビューした。いやなんか昨日ブルーライブすごい寒くて海沿いやしさ、なんか会場の通気性が良くて寒いんですよどこにいても。でステージ裏でしかも衣装やけんさ、そんな厚着とかもしとらんけん寒い寒いって言ったらさこちゃんがどうぞって言ってカイロを渡してくれて、追い抱きしてる。そうさこちゃん、さこ様ってなりました。みんなみんなこれ嫌いな人いないよね。じゃーん、ゼリービーンズ。じゃーん、今日家族で買い物行っとって、でスーパー行った時になんかどうしてもゼリービーンズが食べたくなって、あ、最初100均行ったんや。で100均にあるじゃろうと思ってゼリービーンズ探しよったらゼリービーンズでなかったのよ。でその後スーパー行った時に探そうと思って探したらあって、超久々に食べたんですけどめっちゃくちゃ美味しい。マジで美味しい。私一番好きな食べ物に書こうかなと思うぐらい好き。うん、そうじゃね、硬いグミみたいな。でも食感がグミなんかねっちょーって感じ、ねっちょりって感じ。ポイフルも好き。好き、粒グミとかも好きです。もうすごい今こっちの奥歯で噛んどんじゃけど奥歯にいっぱいついとる今。美味しいゼリービーンズ、もう一個食べよう。私こういうお菓子好きなんですよね。グミとかミルキーとかこういうゼリービーンズとかハイチュウとか、あとこれ100均でこれ買いました今日。あ、何買ったでしょう。みち飽きた。みち飽きてません。毎日飲んでます。昨日嘘みたいな話なんですけど、昨日か一昨日お母さんがコストコ行っとって
みちょを12本買ってきました。みちょって3本セットなんよね、コストコ。3本セットを4つ買ってきとった。みちょってマジですぐなくなるんですよ、石だけは。みんな飲む気。何味なん、知らんけど、何味買ったんじゃろ、知らん。美味しいけ何味でもいい。あ、でもザクロは買っとると思う。なんかコストコはザクロ3本、ザクロが3個入ってるやつと、あとは3種類別々のが入ってるやつみたいな感じであるんよ。やけんザクロは1個は買っとると思う。今いつも冷蔵庫にみちょが2種類入っとって、今はザクロとグレープフルーツ、なんだっけ、グレープフルーツみたいなやつが入っとる。そろそろなくなる、なくなりそうって思っとったら、気がついたら違う味が冷蔵庫に入っとる。いつもランダムで。みちょ大好き。好きというか、だからめっちゃ好きなんですけど、なんかもう呼吸をするように当たり前に飲んでいる。じゃあ、あの全然クイズしてなかったんですけど、正解はこちら、サラーペッパーのキャンディーとロングチューです。大好き。やっぱ私こういうキャンディー系、キャンディー系が好きなんですよね。これ駄菓子、これあれです、3個で100円。これマジで大好き。なんかお兄ちゃんもこのロングチューをあったら買っとってみたいな、お母さんに前言っとったらしくて、遺伝遺伝というか似てる兄弟で。シワシワするのかな。うん、これはなんかちょっと酸っぱい、これ酸っぱいで、これはなんかもうチューイングキャンディーって感じ。いつもこれのぶどう味を基本買うんですけど、サワーペッパーがぶどうだったけ珍しくコーラにしました。でこれアップル味はあんまり買わないんですけど、今日はちょっと珍しい感じでの味を選択しました。美味しそう。今日メイク、今日はすっぴんです。今日リップしてる。あ、すごいクマ、なんかさ、これクマ、クマか。実際に見たらそこまで暗いって感じせんけど、画面で見るとここがなんかあれですよね、クマというか色素沈着かも。美容液のなんか美容液がめっちゃ、これは色素沈着しますっていう、毛が伸びますよみたいなやつを使ってるのね。だからちょっと色素沈着でもまあ良い良い。
髪色はずっと変わらない。まつげはもう本当に順調に伸びています。ビブスをポチる勇気がない。あるある。あ、そう、ビブスね、今日までの受注なんですけど、あのビブスを着てる人をステージからいっぱい見たいなと思って、そう告知しました。見つけたら私は集中攻撃します。皆さんなのでぜひともビブス受注販売の受付がさ、今日の12時までやっけ。そう、みんなあれ来てライブとか見に来てください。みんながあれ着てきてくれたらめっちゃ嬉しい。え、そう、今日ねスシロー行こうと思ったん、やっとスシロー行けるわと思って、スシロー行こうと思って、でもさ、あのツイッターに公式がスンスンがめっちゃ人気なためめっちゃ売り切れましたみたいな長い文章を書いとって、じゃあ行こうと思ったスシローのホームページを調べて、私あれが欲しかったんですよ、トートバッグ、ドリンク買ったらついてくるトートバッグを欲しくて行こうって思ったんですけど、調べたら全部売り切れてて、ドリンク、なんちゃら付きのドリンクが、スンスンのトートバッグ、エコバッグか、エコバッグ付きのドリンクはもう売り切れみたいな書いとって、お好み焼きを食べました。あ、そう、本通りにくら寿司できた、やばい。スンスンってそんな人気なの？え、今一番来てますよ。だって LINE のスタンプ何回ね、プレミアムのランキングも1位。でも私は世間がスンスンをこんなに知る前からスンスン好きだった自信があります。好きというか、なんか熱烈に好きだって感じじゃないんですけど、なんか LINE スタンプはずっと使ってる。今日ガチャガチャがいっぱいあるとこ行って、なんかスンスンのやりたいガチャガチャがあったんですけど、一回もね見つけたことない。てかガチャガチャ行ってスンスンのガチャガチャ見つけたことなかったんですけど、今日初めて見つけて、でもそれがハンコのスンスンの、しかもなんかスンスンってあのリアルなさ毛並みがわかるやつと、もう一個なんか落書きで書いたスンスンみたいな、それもラインスタンプがあるんやけど、落書きバージョンのスンスンもあって、私はその落書きバージョンよりリアルなスンスンの方が好きなんですよ。でも今日見つけたガチャガチャは
落書きバージョンのハンコだったんですよ。ハンコなんて22歳女性が使わないんですよだからやらなかったです。職業によるかもしれんけど、アイドルはもう鉛筆とかペンもなかなか持たないし、ハンコはまだしも、ハンコを押すためのなんかインクみたいなやつとか持ってないし、これはいらないと思ってやらなかったです。一般的な会社員もビブス使わないよ。一般的な会社員は使わないですけど、アイドル好きな会社員は使えますよ。そう。確かに。そうですよ。だからみんないるよね。出た。もういつでもお風呂に入れる。ジェリービーンズって本当に美味しい。本当に美味しいです。でも本当に奥歯に挟まります。そう、今日モンスタースタンプ買いたいと思って100均で探したんですけど、なくて、まあいいかと思ってあれどこに売ってるの？なんかさ、百均はなかったけど、駄菓子がいっぱいある系のところ。あと私は東京駅のドンキでいつも買って帰ります。東京駅で時間ができたってなったら新幹線まで。絶対ドンキーに行ってモンスタースタンプを買います。駄菓子屋さんよく行くの。なんか駄菓子屋さん単体には行かんけど、なんかイオンモールの中にある駄菓子屋さんとか、文房具屋さんの隅にある文房具屋さんじゃないや文房具屋さんの隅にある駄菓子屋さんとかあとは百均の駄菓子屋さんスポット、駄菓子屋さんエリアとか、出会ったら終わりって感じ。終わりというか始まりというか、出会ったら絶対に何か買う。ゼリービーンズ15個ぐらいストックしたいな。今日は洋服は買いませんでした。
今日は日用品をたくさん買いました。ちゃっちゃん好きなブランド、最近私マーシー、よくマーシーを行くようになりました。これが本当に自分的に成長でそのパルコの4階になんか若干お姉さんっぽいスライっていうお店とかマージーとかポンポンポンって並んどんよね。でマージー、私学生の時ちょっと怖くて入れなくて、怖いというかなんかお姉さんなイメージがあって一人じゃ入れなかったんですよ。でも今となってはレッスン着でも余裕で入れます大人になりました。でもあとはシンプルな綺麗めな大人っぽいお洋服が最近は好きで、なんかフリフリとかって感じより、今日も超シンプル、この黒い、あこれはねちょっと私首元ギュッてあるの NG なんで、これはなんか去年ぐらいに買ったら首がなんか詰まっててくっそーと思いながら着てるんですけど、じゃけこれ着るときさっきもこうやってた私そうタートルネック NG なんですよ、首がウィーってなる。こうやった、今日は超シンプル、これにデニムに上着着て赤いものしてました。そうシンプルイズベスト。デニム結構履いてるイメージ、私もここ半年ぐらい、いや嘘やわ、めっちゃ最近友達と遊んだ時さめっちゃ久々にスカートストーリーやないよインスタに全身のした時めっちゃ久々にミニスカ履いたけど、それ以外はもう半年、なんならもう半年以上ずっとデニムですね。デニム楽なんですよね。スカートはあんまり履かないかも。プライベートだと、今日もデニム、今 T
デニム履いてる。これもマージーだ。てな感じで私はお風呂に入ります。うわっ、お風呂入ろうとしたらタワーが来た嬉しい。東京のスワンさん、ピラミッド組体操クマタワーありがとうございます。ピラミッド、東京のスワンさんありがとう。お疲れ様です。お疲れ様ですこんばんは、ありがとう。じゃあランキングが更新されたらお礼をしようと思います。入浴剤入れる派、入れる派じゃけど、だいたい私最後に入るんですよ、家族の中で。なんかだいたい入浴剤がもう入ってるからよくわかんないまま、でもゆずとか系の入浴剤がいつも入ってる。そう、長風呂じゃけさ最後に入るえ、思った、どこでもヤングチャンピオンね、あれでんかった、あれはなんだあれも告知しようと思ったんだ、そういえば。あれは何なのだろう、でも嬉しい、みんな見てねそれではランキングを読みます。20位たかひろくん、39位 FB さん、18位宮川和幸さん、17位太郎さん、16位たかぽんさん、15位ダニエラちゃんさん、14位のりふみさん、13位こたろうさん、12位ユリアピースさん、11位ともっちたんさん、10位シロウケンさん、9位ヒロロンさん、8位つりけんさん、7位かーくんさん、ラッキーセブン、6位ガンスくんさん、5位バンブーホースさん、4位ヌルディンさん、3位おっちゃんさん、スイスイ、2位トシくんさん、築城もありがとうございました。お、なんか思ったより音が鳴った、ありがとうございました。そしてそして第1位はペラヒョン、東京のスワンさん、イエーイ、お疲れ様でした、ありがとう、感謝の極みです、イエーイ、ありがとう、ありがとうございました。こちらこそ。クマ、組体操ピラミッド、これ毎回さタワーでいただくたんびにさパッて出てこんわ、ピラミッドと組体操、普段あんま言わんもんね。ピラミッドタワーもスワンさんありがとうございます。いろいろ告知しよう、いっぱいあります。まずはどこでもヤングチャンピオンさん、皆さんぜひチェックしてください。そして今日まで、ビブス石田千穂って書いてあるビブスが受注受付が今日までなので、皆さんお忘れなくよう、ゲットしてライブに来てくださったらいっぱいいっぱいレスしますのでお願いします。あとは11枚目シングルのチェキ、
おすすめは3枚購入していただくと全部違った雰囲気の私をお届けするのでおすすめです。あとは12月7日に京都で写真集のお渡し会をします。それはワンショット動画とか私物サインとか、あ、そう、あと着物でねやるけん、めっちゃねおすすめ。12月8がさ STU の大阪のお話し会やけん、前乗りして京都で私と思い出作って、次の日、まあチケットある方はね、いい流れです。あとは12月24日にファンクラブ会員さん限定でクリスマスイベントが決定しました。楽しみ。そんな感じ。あとジェリービーンズみんな食べてね。さあ今日はジェリービーンズとスクショタイムしよう。私は白色が好きなので白色のジェリービーンズにします。あ、どうか、あ、でもこれなんか可愛くないの、白だとこっちにしましょうかね。あ、忘年会もあります。クリスマスコンサートもあります。チャートリーの新公演もあります。花だれ公演もいつかやります待ってます。今日すっぴんやけんさ、スクショタイムなんかやだないやでもスクショタイムの時が一番顔決まっとるけん。今のなしでじゃあバイバイ。お風呂に入ってきます。またね、バイバイ。みんな寒さに負けるな。